飯塚守は日本のミュージシャン、シンガーソングライター。本名、飯塚守。東京都墨田区出身。学生時代より音楽に興味を持ち、フォークソング、ロックと双方に傾倒。ソロの楽曲はすべて自身の作詞、作曲。ソロで活動するかたわら、ロックバンド1960のリーダーも務める。都内を中心にライブ活動を行っている。 東京都墨田区、江東区を中心にアコースティックライブを毎月一度以上開催。2017年4月に100回目を迎えた。2014年3月まで自身の経営していた焼き鳥店、鳥、守るの名を冠に、鳥種ライブと名付けられていたが、閉店後は、飯塚守るアコースティックライブに名称変更。クロスロード夢に舞う墨田川聖康サディスタンス層。 野球だぜ。ベイビームシカルセンチメンタルショップストリートドライビングジャパン1960ブラザー戦う男たちのテーマアイラブギター隅田川建設中のスカイツリーセピア色の風王マリアちょっと一息婚約君を戦う男たちのテーマサンドラッドベースボールマイソングイズマイソールセピア色の風王マリアちょっと一息少年のワルツダーリングベビーネクストドア長島修雄に憧れて オリンピックがやってくるやあやあやあ生きている今にすべてを注ぐ、いつもの店まで、聖夜、サーキツネと、タヌキーもロックブルース50丁、守るのしディスタンスとしのせ恩師悲しくて、ハイウェイトアイライト恩師オイラの恩師さ級乾杯。ありがとうございます。